また。はい、続いての商品はフランマーターじゃないです。フランクウッドスウェードロングシャツ、はい、ということで、先ほどちょっと紹介したあのフェイクスウェードの生地を使ったのが、はい、ロングシャツですね。で、柔らかくて起毛があるんでインナーとしても使えますしアウターとしても使えますしシャツなんですけど結構、まあ、マルチに使ってます。でサイドスリット部分に編み上げられた紐がアクセントとしてついてます。これ結構特徴ですね。で背中にはですね今回のテーマであるアンピックスフュージョン、こちらが3つポンポンポン入ってます。でこのアンピックスフュージョンよくパズル柄になってますよね。パズルでこうアンピックスフュージョン真ん中だけちょっとかけて、そうなんですかね。ウエットスと真ん中でちょっと使いました。シャツです。これもいいですね。このシャツかなり着やすい。絶対かけるしかない。はい、ではましょうか。お願いします。はい、ということで着用したのがこういう感じですね。シャツの上から着れるとちょっとこうライトアウトで可愛いみたいな感覚で、いいですかね。シャツだけど、シャツアウターみたいな。そう、東京とか、秋冬とか、ちょっと中途半端な気候とか着れるかなと。ベストのサイドの色をほぐすと、タオルに流れるので、ちょっとキュッと絞ってあげると、落ちてくる。ああ、いいですね。そこでデザインにすることも。レンガのフラワーシャツが